まあ、上襟と下襟があるとして、下襟のところにちょこんとループがついてるんですよ、ね、ループ。そう、ループ。この輪っかがついていて、このコップサンドラバーズと線路の中を走るユージがね、うん、たまらない。ぴったりなんですよ。アメリカファッションチャンネル。どうも、こういちです。私がナロージです。よろしくお願いします。お願いします。さて、今回は第44話の苦杯でございます。です。苦い杯、苦杯でございます、はい。はい、この苦い杯を飲まされるのは、誰でしょう、まあ、おそらくカオルですね。あ、カオルか。この回はね、とんでもない、うんうんうん、まあ、大男が、冒頭に現れるんですね。で、港署の中に入ってきて、このままだと、人を殺しそうだから捕まえてくれっていう風に、すごい警察に今出頭というか出てきた、出頭してきたんだけども、それだと逮捕できないでしょ。そう、まあ、警察として動けないですよね、うん、でカオルはそれがなんかちょっとこうからかいに来たみたいに、いたずらかなと思ったな。そうで突っぱねたというか、何言ってんのあんたと、うん、暇じゃないのみたいな感じで追い返しちゃったんですよね、うん、そしたらその後にその大男いわきというね、いわき大男が銀星会の武闘派といわれる幹部ですね、うんうんうん、はいはい、銀星会の幹部を次々に殺してっちゃうんですよ。すごいっすね。銀星会なんて一番ヤバい連中じゃないですか、うん、その中の武闘派幹部をもういとも簡単に殺しちゃう。そう、しかも殺しの方法がいわきは別に銃とか持ってないんですよ、うんうん、どうやって殺すんですか。もう多分首とかこんな、だと思います。すごっ、そういう怪力なんすか。そうだから相手がむしろ銀星会の幹部は持ってるんですよ、銃をね。そうけど持ってないわけがどんどん殺しちゃう、殺してっちゃうという。怖っ。でそれをまあ当然ね、指名手配とかされるから薫は分かって、うん、自分がね止めていれば、そうですね、犯罪を防げたのではなかろうかと。そう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 、というところで、だからまあ銀星会も大荒れですよね。うん、武闘派が殺されて、うん、まあ、黙ってられないというか。なるほど。でもその大男はね、何者なんだというか、うん、そういう形で暴力団組織との その抗争みたいなのが最終的に現れる展開になるんですね、はい、そう、笠間組というのが最後出てくるんですけど、うんうん、なるほど。で、もう一つ その登場人物としては、まあキーマンでその松本真一という、松本真一、チンピラ、チンピラ、まあこれは背がちっこいね、チンピラが出てくるんですけど、これはいわきの相方なんですね。この2人がいわゆる物語を複雑にしていくというか、はい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 、っていうところと、この松本慎一演じてる人が萩原さんという方、萩原さんが、これも京平さんの、まあ、知人というか、東京なんちゃらですか、東京キッドブラザーズの、まあ、また後輩に当たる人。うーん、なのでそこら辺のまたね、関係性が見れるやり取りなんかもあるので、その辺もまた見どころかなと思います。ということで、じゃあまずファッション行ってみましょう。タカさんのファッション、はい、あら、いつも通り、うん、定番ですね。もうかっこいい、落ち着きますよね、このタカを見ると。すごいなぁ、ね、重厚感があって、このネクタイの結び目すらセクシーだと思っちゃいますよね。いや本当そうです、ここね、だから小ぶりなんですよ、小ぶりでちっちゃくなる感じが、持ち上がる、まあ、タブカラーだから持ち上がるんですけど、この小ぶりなところからネクタイがふわっとこう広がる感じね、いいですよね、これがエレガントなんですよ。あ、そうだから逆にここがね、その大きく台形に結ばれちゃってるくたびれたサラリーマンの人とか世の中にいるんですけど、それはもうアウトですね。なるほど。やっぱこうキュッと結ばれたくびれ、うん、これがやっぱ品格かなというふうに思います。はい、タカのそのエレガントさとかジェントルさが、うん、現れてますよね。現れてます、うん、そして次がユージですね。ユージさん、ユージがまたね、特徴的なシャツですよ。これすごいっすよね。そう、これはほんとユニークね、うん、これユニークっすよね。もう襟がね、うん、もう見れば見るほどユニークで、基本的にこのシャツのデザインは解禁シャツ、そうですよね、がベースになってるんですけど、よくディテールを見るとね、この襟のところに、まあ、上襟と下襟があるとして、下襟のところにちょこんとループがついてるんですよ、ね、ループ。そう、ループ。この輪っかがついていて、これ何なのかっていうのが実は、これ見ていただくとよくわかると思うんですけど、襟のね、先にループがついてるんですけど、はいはい、これを、襟を戻すと、はいはい、普通にその反対側に隠しボタン、
がついていて、ここがいわゆる首元のボタンとして止まるようになってるんですよ。へー、だからまあ 2way ですね、今時で言う。なるほど。そう、つまり開いた解禁シャツの機能もあるけども、普通に首元が止まるシャツとしても着用できるというユーティリティシャツです。すごい、この時代からそれってすごいっすよ、ね、すごいっすね 2way。 まあ解禁シャツだとこういうデザインはあったかと思うんですけど、うん、解禁シャツってね、そのアロファだったりとか、はいはい、リゾートシャツのイメージなんですけど、はいはい、それをユージはこのね、ブラックスーツに落とし込んできてるというのがすごいなぁ。ねえ、これなんかユージっぽさがあるし、すごいですね、おしゃれですね。当時多分京平さんは結構ね、この解禁シャツ好きだったと思う。あ、そうなんですね、うん、他の作品でも解禁シャツを着られてるの結構見るんで。あ、本当ですか。へえ、うん、でそれにやっぱこのね、上着、はいはい、ジャケットスタイルとかっていうのが、はいはい、京平さんって感じがする。うん、このやっぱ襟の形ですよね。ね、うん、まあ夏場このシャツ1枚で着てもかっこいいし、うんうんうん、だからこれがね、インナーになるっていうのがかなり新鮮だと思います、うんうんうん、解禁シャツって一番外で、確かにそうだ、うん、そういうイメージだわ。それ1枚じゃないですか、うん、それをここにジャケットを羽織るあたりが、あ、それも斬新な気がしますね。素晴らしいな、うん、このシャツはね、僕も夏着たいななんて思うので、うん、こういうシャツは持ってるんですか、小石さん。解禁は持ってますよ。解禁シャツってのは持ってるんですけど、やっぱこの、うん、このドンピシャはないよね。形のドンピシャはないですね、うんうんうん、これはちょっと、そうですね、いつか復刻したいなと思いますよね、思うシャツですよね、はい、うん、っていうのがユージのファッションです、はい、続いて見どころいきましょう。いきましょう。まず一つ目はこれがね、またロケ地です。ロケ地？ドルフィンという喫茶店が出てくるんですね。喫茶ドルフィン。そう、喫茶ドルフィン。で、ここが高と裕二がお茶を飲んでいて、うん、まあ、薫がね、その岩城が、まあ、現れたというか知らせに来るという時に、まあ、ドルフィンを薫が訪れるんですけど、はいはいはい、まあ、ここがね、有名な喫茶店らしくてですね。ドルフィン、そう、あの松任谷由実さん、ユーミン、そうの歌詞の中に出てくるんだったかなっていうぐらい有名だったし、その世界観があるおしゃれな喫茶店ということで、そうなんですね、そう、横浜に訪れた時には行ってみるといいドルフィン。今また改装はされてると思うんですけど、今はまだ現存してる、うん、営業してる、いいですね、喫茶店ですから、いいです、ね、訪れてみたいですね、うんうん、行ったらもう気分味わえると思いますから、いいですね、ロケ地の一つとしてぜひ訪れてみるといいかもしれません。はい、続いて2つ目ですね、はい、2つ目がですね、まあ、薫が先ほど冒頭で岩城を追い返したと、はい、だけど殺人が起きてしまって、そうですね、薫はやっぱりね、責任を感じてるわけですね、うん、そういう柄じゃないかもしれないけど薫的には責任を感じてて、はい、自分も捜査に加えてほしいっていうことをタカに懇願するんですよ。挽回させてほしいと。そうそうそう、うん、自分の責任もあるみたいな感じで、うん、だからそのタカに懇願しに行く薫が行った場所が、うん、その男子トイレの中にもついていっちゃうんですよ。お、そう、大丈夫か、私の操作加えてよみたいなのを、うん、小便器があるところでやってるわけですね、うんうん、だから薫が男子トイレの中に入っちゃうし、しかもタカが用を足してる時にも普通に平然と言ってくるし、うん、そのタカとしては落ち着かないわけですね、うん、当然。確かに。でも薫はやっぱなんかね、まあ肝っ玉が座ってるからか、うん、まあ、タカさんのこんなちっちゃいのがどうのこうのとかなんかコメントしてるわけですよ、はあ、それぐらいこう、うん、やっぱ飛んでますね、薫が。面白いですね、うん、男子トイレの中に入ってまで懇願するそのシーンっていうのが、うんうんうん、でタカも分かった分かったみたいな感じ。なるほど、もう根負けだ、根負けしてる、うん、シーンが面白い。そんなに加えてほしいんだ、もう加えるよっていうね、タカ、うんうん、ゆっくりさせてくれと、うんうん、そりゃそうだよ、そのシーンが見れます。なるほど。続いて、はい、その東京キッドブラザーズの、まあ、後輩にあたる、うん、萩原さんが松本慎一という役をやってるんですけど、まあ、格闘シーンがあるんですよね。格闘シーン、ユージと、うん、これがね、もう格闘なんだけどほぼダンスに見えます。なるほどね。やっぱり二人ともその、まあ、シュッとしてる二人の格闘なんで、重厚感とかヘビー級っていうよりはもう本当ダンスですね。軽妙な感じだし、結構長く描かれてるんですよね。これは本当キッドブラザーズの、うんうんうん、そのアクションというか、うんうんうん、演劇というか、それがやっぱ出てるし、その
裕二と松本慎一くんの掛け合いっていうのもやっぱり普通の犯人をかけてるテンションじゃなく、スピーカーでですね、はいはい、車からスピーカーで松本慎一くんみたいな終わりなさいみたいなその普通の犯人にそれしないだろうなというなるほどその警告というかね、はい、があるのでそれも分かりながら見るとその格闘がまたさらにね、あの深い味わいができますね。なるほど。このダンスのような見応えがありますね。そして、はい、そのまんま、まあ、松本慎一を裕二が捕まえた後に今度はそのペアである岩城と裕二が格闘するんですけど、ああ岩城と、うん、大丈夫？そうやっぱねかなわないですね。だって素手で殺しちゃうやつでしょ。だってそうそうそう、だからもう裕二がいくらパンチしても、うん、もうびくともしないですよ。効かない、全然効いてない。で今度逆に裕二がやられちゃうぐらい。そうでしょうね。そうで裕二もまあ首絞められたり、なんとかかんとかその岩城のポケットに入ってたライターにを使って逃げるけども、要はやっつけられないぐらいの、なるほど、強敵だ。強敵ですね。うん、もう本当3歳児とかが大きくなったかのような、うん、言語能力とか知能的にもそんな感じで、頭脳はね、頭脳が全然腕力がすごいんだ。そう、効いてなくて。なるほど。っていうこの格闘も見どころですね。なるほど。続いて、はい、次がですね、1回は岩城にこうやられそうになるんだけど、まあ救援が来て、うんうん、で逃げた岩城をもう一回裕二が追うんですけど、はい、ここがですね、このなんか線路、多分今はもう使われなくなった線路なのかな、線路の中を裕二が走っていくときにかかるサントラの、うん、コップサンドラバーズですね。おお、なるほど。このコップサンドラバーズと線路の中を走る裕二がね、うん、たまらない。ぴったりなんですよ。そのハードボイルド感というかね。なるほど。その砂利道というか、あれがね、あそこを走る裕二の裕二走り。これは見応えですね。なるほど。もうなんか初期からかかってた、まあ、コップサンドラバーズが一時あの中期でかからなくなるんですけど、また戻ってきてるっていうところも含めて、なんかね高まるものがあります。なるほど。続いて、はい、ユージがね、格闘した後、はい、髪型が降りてるのがやっぱ特徴的ですね。基本的にはそのユージをねオールバック気味にしてサイドバックリーゼントで前髪がこうちょっと降りるって感じなんですけど、はい、そうですね、この回はやっぱり格闘したりとかして、髪が下ろし気味になってるんですね、うんうんうん、だからそれが非常に新鮮、うんうんうん、そう1話の暴走の時は結構降り気味だったんですけど、そこ以来 の, そう、まあ、そのダウンバングと言われるようなね、うん、髪が降りてるユージが非常に新鮮で、なんかねちょっと色っぽいんですよ。そうなんだ、うん、それ見どころですね。なるほど、はい、そして次がですね、はい、クライマックスはですね、で、まあ、カオルがまあ捜査に加わって張り込みをしてるわけですね。でも銀世界の幹部がどんどん襲われて、うん、まあ、ラストの一人が、うん、狙われると、うん、でそこに、カオルも張り込んでるわけですね、うん、で、まあ、美容室の中にいるんですけど、のんきにパンチパーマはかけてるわけですよ、その幹部が。はいはい。で、まあ、そこに岩城が来ちゃうわけですね。当然カオルが止められるわけもなく、うん、ないっすね。でその張り込んでたけども入り口が2つあって、うん、はい、そのタカというかユージがトールが見張ってる方じゃないとこから入ってきちゃったんで、はいはいはい、で、まあ、やばいとなって、はい、まあ、その駆けつけるんだけども、そのカオルと岩城が対峙してるところが非常にその、まあ、緊迫感がありますね。もう要はもう3歳児ですから言うことも聞かないし、でも怪力だからもういとも簡単に銀世界 の, その部下たちを葬り去って、はあ、すげえな。でもうあとねやられる時にカオルがやめなさいってこう、うん、銃を持って立ちはだかるという、うん、ただまあカオル銃を撃つのもね得意じゃないですし、うんうんうん、まあこのピリピリした、うん、なるほど、緊張感ですね。なるほど。でそこに最後はまあこう駆けつける、うん、まあ、高雄二徹が駆けつけて、うん、そのやっぱ終わりがねクライマックスが見応えがありますね。うん、なんとかじゃあそれで岩城は止められたって感じですか。そう、間に合って止められた。まあ止めたというかその結局逃げ出すわけですね。うん、まあ、銃を食らって、うんうん、で岩城は逃げるんですね。でその結論として
笠間組という、まあ、銀星会と対抗する組織が銀星会のこう勢力を削るために松本慎一と岩木を利用して銀星会の、ね、幹部を、まあ、殺すように仕向けたというか、だからまあ一番悪いのはこいつなんですよね、この笠間組のボスというか。でまあそいつにのところに岩木がまあ逃げ込むんですよね、はい、今日は仕留め損ねたと、うん、で自分もちょっと重傷を食らってるので逃げ込んだけども、まあ笠間はこう使えねえなみたいな感じで、ひどいっすね、ひどいっすよね、うん、でそこのその笠間組のまあアジトに踏み込んで、まあ岩木もそのボスですね、笠間もまあうまく捕まえるという、なるほど、終わり方をするわけですね。まさに苦杯じゃないですか。いや本当ね、本当苦い杯をこう飲まされましたね、うん、そうですね、うん、絶対絶命のシーンがやっぱりあったし、ありましたね。で終わりとしてもね、その、まあ、課長のいる港署に戻ってきて、はいはい、やっぱ終わりはねこうユーモアというか、うんうんうん、あの微笑ましい感じです、うん、あの最後高戸裕二が、うん、課長に一生ついてこうなみたいな感じで、ほうほう、こう課長への忠誠を誓うんですか、忠誠を誓ってる、うん、そこのシーンも出てくるので、はい、やっぱりこう課長はね、いろいろガミガミ言うけども、高戸裕二をこう信頼してるし、うん、まあ、そこら辺のなんかね、こう一体感みたいなのが見れる微笑ましい終わり方というところで、うん、非常にその銀星会の、はい、もう入れ墨だらけの人間が逆にいとも簡単に殺されていくっていうのが、なるほど、結構衝撃的な、衝撃的な、うん、武器もなくね、うん、すごいですね、すごい回ですね。なるほど、というわけで今回は第44話の苦杯について小井さんに見どころファッション語っていただきました。はい、そして次回はですね、はい、サントラ企画ですね。お、これはですね、危ないデカリターンズの楽曲から、うん、はい、まあ、人気曲でもあり僕の好きな曲がまだあるので、その曲をお届けします。はい、どの曲かお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、それではアブデカファッションチャンネルのチャンネル登録とグッドボタン、そして LINE アットの登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。そしてですね、はい、アブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のステンカラーコートが完成しております。イエーイ。この通りね、はい、横浜ロケの動画も上がってますけど、はいはいはい、こちらのコート、ただいまですね2023年の1月末まで、はい、特典価格でご提供してます。はい、そのお披露目動画もね概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。